はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、改めてね、五十嵐先生と、はい、二人で、ね、座っていただいて、ちょっとこれからトークをしたいなと思って、はい、僕、会話していただいて3ヶ月ぐらいですよね、先生。そうですね、はいはい、先生、五十嵐先生は僕の担当でですね、はい、もうずっと実はやっていただいて、はい、もう着々と、体重が減っている。あのね、食べちゃうけどね。98% は習慣なんですよね。で、2% はものすごい頑張ってくれてます。ただ、98% 全く頑張ってない。ボディクルブさんって今、始められてどのぐらいなんですか？行徳店が今、はい、2011年からスタートして、はいはい、今10年目に入ったところですね。じゃあもう10年で、10年って結構ですよね。そうですね、あっという間でしたけど。はい、基本的にはどういった方が、要は来られてる年齢層っていうか、はいはい、がどんな方がいらっしゃるんですか？今平均年齢だと45歳ぐらいで。結構これは上なんですかね。はい、そうですね、あまり若い20代の方とかは少ないですね。そうですか。40代以上の方が、まあ、今在住している方多い。多分今こうフィットネスブームもあって、まあ、若い人は結構フィットネスクラブだったりこういうパーソナルトレーニング受ける方も多いと思うんですけど、見た目の部分だけじゃなくて、例えば腰痛とか首肩こりとか、まあ、姿勢だったりそういった悩みを抱えている方が結構多くて、まあ、うちがそういったのがサービスが、まあ、提供ができるというところが多分今の現状になってるのかなという気がしますね。あとはあれですね、糖質、はい、そのご飯をこう食べちゃダメだみたいな話ってあるじゃないですか、はいはい、ボディプログラムさんはその辺はどうお考えになるんですか？まあ、糖質制限も完全にしちゃうとやっぱり、体重は確かに落ちたりするんですけど、まあ、体調不良になったりとか、うん、そういったこともあるので、うん、一応、まあ、栄養素、五大栄養素バランスよく、うん、いただくというのと、まあ、その方のライフスタイルに合わせたような形でのご提案という形で栄養指導させていただいております。あれ習慣ってどうやったら変えるの？僕が言うとすごい説得力が逆にあるのかもしれないんですけど、はいはい、どういうところから心がけていったりとかすればいいですかね？そうですね、まあ、できるだけ毎日こう頻度を増やすっていう、思い出していただくっていうのが、まあ、その自分が例えば何を食べてたんだとか、はい、今どうなってるのかっていうことを結構知っていくってことが、はい、そうですね、体を作るとかっていうことでもすごく大事ですね。まずは現状を知って、なりたい自分の姿を知って、まあ、そこに向かってのプロセスを、まあ、楽しんでもらえば楽しんでます。ちょっと今日はあれあまりやってないかもしれません。呼吸の強化。あ、そう、呼吸もやられてるんですよね、はい、呼吸法というか、はい、それでやっぱりこういう、まあ、猫背の姿勢だとやっぱりちょっと腹式呼吸しにくかったりとか胸式呼吸が強くなって肩こりにつながったりっていうのが、はい、ありますね。そうか。あ、ちょっともうクイズ出していいですか？はあ、どうぞクイズ。びっくりした。はい、呼吸って1日に何回ぐらいするかって、もしかしたら呼吸を1日何回するか、はい、何回ぐらいするか人によってちょっとあるんですけど、ちょっとクイズでイメージで大体どれぐらい、どうだろう、答えはですね、はい、大体1日に2万回から2万回寝てる時もしてますので。あ、そっか、はい、2万回寝てる時も呼吸は止まってないですので、大体2万回から3万回と言われます。へえ。その中で、まあ、多分されたと思うんですけど、胸式呼吸とか腹式呼吸の評価で、はいはいはい、まあ、どちらもできないといけないですね。で、例えば胸式呼吸ばっかりになってる人だと2万回胸式呼吸やるわけですね。そうすると当然肩とか首にストレスがかかるので、だからそうならないためには腹式呼吸ができるようにしていただくというのが呼吸に関しては大事です。無意識ですよね、呼吸って。でも体験してみて、でも分かったでしょ、いろいろ、はい、その体でいかにその使ってないところがあるか、だいぶ、はい、分かりました。そうでしょう。だからそういうのを知るのが、はい、すごい、逆に言うとそれでいい悪いの話をしてるんじゃなくて、だから分かったからそのできることとか前に進めることっていうのがあって、分かんない状態で暗中模索すると結構大変でしょ。だからそういう面で言うとすごくこうここに僕は来てよかったなと思って、まあ今後ね、欲張り売却も福利厚生としてね、はい、
これを入れていきますので。お、嬉しいですね、はい、それは。そうですね、はい、お願いします。なんでぜひね。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。というところで終わってしまうとですね、横浜脇役チャンネルとしては、成立をしないんじゃないかというのがあるんですけど、何にも関係ない、全く関係ない、全く家の話一回もしないですからね。実はですね、はいはい、あの欲張り売却とこのボディインプルーブさんと、はい、あのコラボレーションが決定しております、はいね、はい、あの中古のお家にですね、実はこの今いろいろ見ていただいたようなそのボディメイクであるとか、あとはそのお年を召した方でも自信がない人でもやれるっていうプログラムのメソッドを入れて、お家を作っていこうと、今日はその一番最初のですね、コラボということで、はい、実はお邪魔をさせていただいてたという次第でございます。で、実はもうコラボの、はい、住宅のブランドも決まっておりまして、はい、決まっております、はい、あの多分、差し込みで出ると思いますけど、はい、お名前何でしたっけ。ほ一歩って言います。んん、もう一回。ほ一歩、歩くに一歩、ほ一歩、ほ一歩、かわいくないですか。ほ一歩かわいい、かわいいね。大丈夫かな俺にほ一歩。でもないですもんね、あのジムがその家をプロデュース。いやー、なかなかちょっとないですね。ただまあ普通はね、は家みたいな。まあ何を言ってるんだという話になるんですけど、あの心よくお引き受けいただいてですね、今後あのいろんなお家を作っていけるっていうのを楽しみにしておりますので、今後そのご相談の風景も含めて皆さんに配信できればな、はい、いいなと思ってますので、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。